ことポケモン抽選パ。ルールは簡単。箱の中から紙を6枚引き、その描かれたポケモンでパーティーを作り、対戦する。ポケモン、スカーレット・バイオレットの発売までに、抽選パで全ポケモンを活躍できなければ、ポケモン引退。こんにちは、スイカです。今回も抽選パ、パーティーを決めていきます。もう、残りポケモンが少なくなってきたんで、抽選パの紙が、すっかすかになってきましたね。もうなんか、混ぜるのもあんまり意味がないように思えてきた。いやー、こうやって見ると本当に終わりが見えてきて、モチベーションが上がりますね。まあ、ということで、パーティー、75匹の中から選んでいきましょう。1匹目はアグノム。え?まだ10年ずつ残ってたんだね。メルタン。おぉ6回目にして、メルタン活躍できるんですかね。さあ、今回はパーティーとしては、まあ、悪って、悪いわ、これ。ちょっと待って。大丈夫か今回のパーティー。めちゃくちゃ不安になってきた。あれあれこれ。やばすぎる対戦、よろしくお願いします。今回の選出は、ピンプク、アグノム、タッツーのこの3匹で戦っていきます。さあ、謎の韓国人の方よろしくお願いします。いやー、きつい。ゼクロムじゃないわ。ザシアンがきつすぎる。誰これ?絶対ザシアンではないよな。ゴリランダーね。ゴリランダーもなかなかにきついんですよね、これね。いや、こいつをなんとかしないと、あのね、後ろに控えてるタッツーがね、身動き取れなくなっちゃうんですよ。なので、ここはもうね、絶対に電磁波で、まず相手をバグらせて運ゲー仕掛けていくことは前提。オッケー、グラスだね。まあ、これは、まあ、多分助け圏内まで行ってしまいますが、問題はありません。そう、結局のところ、電磁波で、バグらせてしまえば、僕としてはそれでいいので。はい、とりあえず、バグらせること命です。さあ、これで一応、上を取ることはできるのかな?わかりませんが。で、あとは、まあ、後ろのポケモン意識して、控えの壁を張ることにより、オーケー!いいよ!控えの壁で、まあ、退場していくこともできるよ、というわけで。まあ、今のところは完璧ですね。まあ、もう一回痺れてくれたら、ここをもう一次、甘えるをね、仕掛けることができるから、まあ、それも結構ありがたかったりするんですが、まあ、そんなこともなく、もちろんこれ、こだわり始まるかな。なんか、鉢巻き臭いですが、どうしようこれ。後ろちなみに、ザシアンがいたらほぼ負けです。感想を一言言うなれば、きついっすね。あー、こだわり始まるじゃないんだ。オッケー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 。ワンパンできんの強っ!技使い分ける感じで突撃チョッキじゃないぐらい、ね、ゴリランダーって結構珍しいですね。さあ、まあ関心をするのはつかの間、こっから相手が何をしてくるかですね。ザシアン臭い!あー、ギルガルド?まあこの出し方的に明らかにこいつ弱点保険持ってますよっていう顔はしてるんですけど、最後誰やろ?これ場合によってはタッツーでいけるぞ。エースバーンとかやったら全然相手できるんだよな。ここ最近でいいわ。耐えましたね。だとするといけるな。で、これで一応切れちゃうけど、まあ、ここはもうしたところでいいや。ね、物理型ね。で、鍵打ちで倒されちゃって、ここさ、とにかく、スイスイを発動させることにタッツは意味があるんで、ここはもうダイマックスしちゃって、そっからスイスイカで大ストリームで、ギルガルドをえぐっていく動き方をしていこうかなと思います。で、それでいい感じにキングシールドのターン数で、タッツーがね、多分、ダイマックスのターンをいい感じに空させてくれて、最終的に、そう、こだれメガネ発動してる状態でハイドロポンプをお見舞いすることがワンチャンできるから、それで、フィニッシュかな。ということで、タッツー、ダイマックスからの、ギルガルドを、いじめてくれい!あ、鍵打ちで切ってきた。それちょっと一番嫌なムーブだな。ってことは、これ相手が仮に後ろ物理アタッカーだった場合、これ大ドラグンで一回攻撃下げていく動きしに行ったらきついんだよな。いやー、難しいな、そうなると。誰だろ、最後。ザシアン。もう大体僕の経験則、この感じでいくと最後ザシアンなんだよな。さあ、雲行きがちょっと怪しくなってきましたが、エースバーン、これワンチャンないか。
や、ここさ大ドラグーンしたところで多分意味ないから、もうタスキじゃないことを信じて大ストリーム打つしかなくないな、ここ。待って、こいつタスキなんかな。命を束ねたら全然チャンスあるんだよな、ここ。頼むわマジで、おい頼む。すまん、ここ上は取れてるんですよ、スイスイランで。頼むわ、ここゴリランダー弾じゃなかったし、ワンチャンエースマンが弾の可能性あるんよ。頼む、ここダイストリームでカット飛ばしてくれー。うおっしゃー、敗戦ありがとうございました。やべー、気持ちよすぎるんだけど。なんかとんでもないマイナーパーティー来たわ、なんだこれ。なんか今のスーパーボール級何でもポケモンが使えるから一周回って変なパーティー増えたな。いや、いいね、こういうパーティーも。これどうしよっかな。いや、パルスワンが結構きついんですよね、僕のパーティー。パルスワンが重いから、ここはね、まあ、どっちにせよ先発はエルフーンがだるすぎるんで、ここは様子見のタッツーかな。ただタッツーから出してね、先発パルスワン来ると結構めんどくさいんですよ。だからその対策の土人かな。土人、タッツー、ほんで、あと最後に、アグノムかな。まあ、アグノム使っとけば、まあなんとかなるポケモン多いから、まあこんな感じになるのかな。ちゅうわけで、今回はこの3匹で戦っていこうと思います。いやー、僕のパーティー本当に可愛いですね。ただ可愛すぎるがゆえに、これ最終的にアグノムで通していくんやろうなっていうのは、バレやすいんですよね。まあ実質僕のパーティー、これアグノム絶対選手です。よろしくお願いします。さあ、誰から来るかな？エルフンから。これは出しがちだね。さあ、僕の魂のこだわりメガネタッツが火吹きますよ。さあ、タイプ相性的には圧倒的不利なんですが、このこだわりメガネのね、タッツーの冷凍ビーム、エルフンよ。君は耐えることができるかな？まあ、大体僕の経験則、エルフンというのは草技が飛んでくることは考えにくい。さあ、様子見で、これはクソ害悪型のエルフンですね。さあ、残念ながら今回のタッツーはアタッカーです。そう、冷凍ビームを持っておりますので、これによって、エルフンの身代わりは言うまでもなく貫通することができます。さあ、これはクソ害悪型エルフンですね。これは出し方を間違っていれば、この瞬間僕は積んでましたね。ピンプクから初手に出さなくて、安心したわ。重っ待って。エンコード重すぎる。お、ヤードイギル誰？いいんですか？もう残念ながらエルフンよ。この瞬間、貴様の死は確定だ。さようなら。イエーイよし。これでタッツーがいかんせん、かなり動きやすくなります。いいですね。いや、タッツー、後ろのこのヒュヒュヒュって、ヒレ動かしてんのがめちゃくちゃ可愛いな。ここはまあ電気技来ると思うんで、ドヤ顔で土に交代しましょうか。さあ、土に、行ってこい！よーし！いいよ！ただこれいいんですけど、これね、土に今回、こだわりスカーフ持ってるんですけど、残念ながらですね、こいつ、悲しいことに、こだわりスカーフ持ってても、最速のパルスは抜かせないんですよね。後ろ誰かな？もうこれ命がけで退場したいねんけども。命のターン持ってる可能性高そうだしね。延期は、はい。あ、耐えるんだ、頑丈アゴでも。やりますね。じゃあ、命がけで退場しちゃいましょう。いいですね。オッケーオッケーで、これで土人は、まあ、活躍とまではいきませんでしたが、まあ、こっからはアグノムで、どうにかしていきたいところですね。いやー、後ろ誰かな、この感じで行くと。大サイコ打ってもいいんですけど、後ろにさ、メタモンか、ミカルギがいると結構めんどくさいんですよね。なんかそれ考えると、大サイコでいいわ。で、多分、この手のパルスワン、噛み砕く持ってるんで、頑丈アゴをプラス噛み砕くで軽く出せるから、ワンチャン、ここ普通に突っ張ってきて、噛み砕くでゴリ押してくる可能性高いんですよね。まあ、そうか、ボルトチェンジで無理やり交代してくるかどうかなんですけど、どうかな。あ、よかったよかった、噛み砕く持ってましたね。いや、素で耐えるんかーい。ここでパルスワン処理できんのクソでかいぞ。いいね。ってことはこれ結果として
何が嬉しいかというと、下手にこの土人で泥かきとかで運ゲー仕掛けなくてよかったということになりますね。うん。で、最後が誰か知りません、コリポ勝ったわこれは僕の勝ちですねはい、じゃああとは大バーンで相手を焼却処分して対戦ありがとうございました。まあ、タッツーがねいい感じに活躍することができてよかったなとつくづくと感じますね。あ、対戦ありがとうございました